しかしながら1分30秒。これはもう完全に後ろは諦めてますよ。さあ、ラスト2周の標準を背負ってバイクが走っています。さあ、レース展開としてはどうやら8名と集団というままで残り2周を迎えそうですが、はい、人数ではないのではないかと思うんですが、このあたりはどうでしょうか。そうなんですよね、やっぱり8位、このまま8人 で、 ですね、ゴールすると、まあ、1位の選手と8位の選手が当然いるわけで、でなかなか、まあ、優勝争いをするには8分の1の確率になってしまうんですよ。だからそういう意味では本当はここからさらに人数を減らしたいっていう選手もあの中にいるはずなんですよね。なのでこの2周をちょっと注目して見てもらってですね、でこの中でも余裕がある選手っていうのが、まあ、うまくこの8人からまた抜け出すというような展開。タイムを見ていますと、この8週間表示のラップタイムは今までイーブンで3分35秒来てたところからちょっと落ちたんですよね。8名の、ね、オット、そしてシマノのメンバーの前に揃いましたよ、はい、これはまあ、ちょっと木村選手まで追いつこうという気はないとは思うんですけれども、この集団の中でですね、まあ、コントロールして、そして、まあ、完全に見えや、うん、もうこんなからしか出ない、うん、追いつけない、うわもう、もう東京はもう、うん、堺国際クリテリウムの表彰式をただいまより行わせていただきます。まず1位、2位、3位の選手の皆様方をこちらステージにお招きしたいと思いますので、どうぞ皆さん拍手でお迎えください。 Now let us introduce top 3 riders。 それではまず第3位の選手から順にお呼びしてまいります。
第3位サードプレイス機能サイクリングチーム中島康晴。続いて第2位を呼びいたします。セカンドプレイス第2位イスラエルサイクリングアカデミーロイ・ゴールドステイン。そして本日の境ステージ、この国際クリテリウム見事優勝を飾りました第1位ファーストプレイスチームブリヂストンサイクリングチーム原田博明。プレゼンターはツアーオブジャパン組織委員会境ステージ実行委員会委員長小野孝雄です。よろしくお願いいたします。それではまず第1位の選手に賞金が贈られます。それでは堺過去講師列堺すみれさんにもお手伝いいただきます。よろしくお願いいたします。それでは賞金まずは小野委員長から第1位の選手に渡されます。そして第1位の原田選手には堺観光コンシェルジュ堺すみれさんより花束が贈られます。おめでとうございます。それでは続いて第2位の選手に賞金が贈られます。おめでとうございます。続いて第3位の選手中島選手に賞金が贈られます。ちょっと時間のない中なんですけれども、一言ずつ聞きたいんですが、私のちょうど近くに中島康晴選手がいらっしゃって、インナベステージも気合い入ってらっしゃると思いますけれども、まずは初っ端皆さんに一言お願いします。はい、今日は皆さんの応援がすごく力になりました。ありがとうございました。すごい短いサーキットなんですけど、皆さんの顔すごくよく見えていました。優勝した原田選手はトラックのスペシャリストで最後めちゃくちゃ強かったんで、まあ勝てなかったのは残念なんですけど、こうやって表彰台に立ててすごく嬉しいです。ありがとうございます。気合いでも期待してます。Excited, really happy to be here. First time in Japan and a really good start for me. I have a birthday today, 25. Birthday? Your birthday? Happy birthday to you! Thank you. すごくエキサイトして楽しいレースだったということで、TOJ も頑張ってください。Thank you very much. Thank you. Thank you. さあ、それでは原田選手、ちょっと前行きましょうよ。改めて聞きましょう。おめでとうございます。ありがとうございます。どうですか、まず。そうですね、こんなたくさんの人の前で走ることができて、しかも優勝っていう形ですごい嬉しいです。最後のガッツポーズも用意してましたね。5年分ぐらいも吹き出しましたね。ここぞという番ばかりに。さっきもね、中島選手からトラックのスペシャリストという声も上がりましたけれども、これからの TOJ いよいよ始まってきますが、これに向けてはどうですか。そうですね、この優勝がチームにとって、そして自分にとっていいはずになったと思うんで、今後ともレース楽しみにしてください。応援の皆さんに一言。まだまだ、これから長いレース続きます。そして暑いんで、皆さん水分補給忘れずに、僕らも水分補給忘れずに戦うんで、よろしくお願いします。おめでとうございます。じゃあちょっとフォトセッション行きましょう。さあ、それではフォトセッションです。お願いします。両サイドにじゃあプレゼンターと坂井さんも入りましょう。はい、もうしばらくはい、それではお願いいたします。それでは今一度大きな拍手をお送りください。国際クリテリウム、素晴らしい走りを見せてくださいました選手の皆さんでした。おめでとうございました。 Congratulations! Thank you very much!以上をもちまして堺国際クリテリウム表彰式終了いたします。まだ今レース真っ最中でございます JBCF E1F クラスのレースにもご注目ください。ありがとうございました。